はい、こんにちは。サンバファシリテーターのおばです。今回はサンバヘギの叩き方と基本的なパターンをご紹介します。奏法はこちらのレッツプレイサンバから今回も引用させていただきました。簡単に言うとサンバヘギとは80年代にブラジル北東部のバイア地方で生まれたサンバとレゲエの融合で、日本ではサンバと並んで人気のジャンルです。福山雅治さんが2016年にサンバヘギのグループを訪問したり、あのマイケル・ジャクソンも PV でコラボしていました。こちらのグループはオロドゥンという名前なんですが、名前を知らなくても黄色、赤、緑のデザインで見たことがあるという方もいると思います。この動画を見ていただければサンバヘギの基本的なリズムを理解することができ、サンバの知識でもって簡単なパターンであればすぐにできるようになります。これからサンバヘギに挑戦してみたい方や、どういうものか少し覗いてみたいという方には導入としての内容になるかと思いますので、ぜひ最後までよろしくお願いします。まず大きく分けてヘギには3つの楽器を使用します。それはヘピニキ、カイシャ、スルドです。サンバとの大きな違いはヘピニキです。まず両手のバチを使います。このバチもドラムスティックのような木製ではなく、多少しなるようなナイロンやポリアセタールの素材でできています。ブラジル流になるとその辺の木の枝である場合もあるとかないとか。そしてヘピニキが指揮者的な役割で演奏を引っ張ります。サンバだときっかけの音として使われますが、中低音のため演奏中は他の楽器に埋もれがちです。ヘギではメイン楽器に触覚しますので実に気持ちいいです。他の楽器もわずかですが違いがあります。カイシャですが、サンバではこちらのマラカシェッタという底が深いタイプをよく見かけますが、ヘギでは薄いカイシャもしくはスネオドラムを使います。今回は都合上このカイシャを使います。さらにスルドですが、3番のスルドであればサンバでも両手のバチを時折使えますが、ヘギでは基本のパターンから必須になります。楽器の特色について理解できたところで、ここから実際に叩いてみましょう。今回の動画では楽譜や枠を使うことなく、初心者や音楽が苦手な方にも分かるように説明します。そのあたりの楽譜とサンバの関係については別の動画がありますので、よろしければそちらもご覧ください。ヘピとカイチャは基本として両手のバチで交互に叩く動作にまず慣れる必要があります。そしてその動作の中でアクセントといって強く叩くタイミングがあります。後半のタの部分にアクセントがあります。スクタクのタですね。こちらをリズム1とします。次は少し難しくなりますよ。こちらは叩いてる時間はリズム1と同じなのですが、アクセントの位置が不規則なので、どちらの手とかではなくて口に出しながら叩いた方が覚えやすいです。スの部分が難しいなと思ったら、タのアクセントの部分だけでも大丈夫です。次にスルドですが、こちらは3パート低中高が必要です。とりあえず叩いてみましょう。中スルドが低音ながらメロディックな動きをします。先ほど言ったようにバチを2本使います。高低のスルドは交互に叩くので、奏法としてはサンバと同じです。3つ楽器合わせるとこんな感じになります。どうぞ。サンバ同様、ヘギにもスタートとストップをつけることで一つの曲になります。その中でも今回はシンプルなものをご紹介します。スタートはヘピニキのリズム2から始まり、最後にチュースルドのどこどこを合わせてスタートします。ストップのパターンの一つ前から指揮者が4カウントをします。そしてヘピニキリーダーがリズム2のマイナーチェンジを叩きます。この楽器はそのままリズム 1,2,3 を叩きつつ、最後の一発をみんなでドンと合わせて叩きましょう。
ート、基本リズム、ストップだけでも十分なのですが、ブレイクがあるとより変化を楽しむことができます。ブレイク1、ブレイクイン入るパターンの一つ前から指揮者が4カウントをします。このブレイクではみんなで同じ音を叩きます。音の感じから踊ってのブレイクとします。ブレイク2、こちらもブレイクに入るパターンの一つ前から4カウントをします。低音のスルドと高音のカイチャヘピとの掛け合いで4回叩きます。ブレイク2の後はヘピニキだけを残して中スルドでスタートと同じ入り方をします。では最後にスタート、ブレイク、ストップの全ての動作をつなげて叩いてみましょう。だったでしょうか。サンバに慣れている人はテクニック的にはそこまで難しくはなかったと思いますが、ヘギ独特のノリをつかむのが少し難しいのかもしれません。ヘギのメリットとして少ない楽器でできるのがいいですよね。意外かもしれませんが、実は私のサンバはヘギから始まりまして、パーク初期の楽器が乏しい時は大変助かりました。なのでヘギには少し思い入れがあります。またサンバで比べてヘギはそこまでテンポが速くなく、前後にうねるような音楽です。なので自然と体が乗りやすく、子供から大人まで体が動いているお客さんを目にすることが多いです。もしかしたらヘギは日本人と相性が良いのかもしれませんね。冒頭でも言ったように、日本でもサンバヘギは人気のジャンルです。ヘギ専門のグループが各地にありますし、サンバをやりながらヘギにも取り組んでいるチームもあります。エスコレイサンバの音楽よりも自由度があって、管楽器やサンバとも関係ない楽器とも親和性があります。なので世界に目を向けても個性的なグループが多い印象です。両鉢のヘピニキやスルドに興味があるという方や、少し違うリズムを感じてみたいという方はぜひチャレンジしてみてください。新しい発見があるかもしれませんよ。おすすめします。今後もサンバを中心としたためになる情報を発信していきます。ここまでご覧くださった方、ぜひチャンネル登録をしておばと一緒に日本のサンバを歩きましょう。ではまた別の動画で会いましょう。チャオチャー。